はい、というわけで昨日はですね、安全長靴を修理してみたっていう動画を撮影しましたが、その修理した部分ですね、これは24時間経った感じです。ここに穴が開いてたんですけど、若干わかりますけど、こうまあ今これ安全長靴ひっくり返してみてわかります？はい、ここですね、24時間経った感じがすごい、もうこれカチカチです。これはすごい、これは多分水入んないですね、どう見ても。ここわかります？いや、これはすごい。ちょっと試してみましょう。はい、こんな感じですけど、水の中にちょっと試しに入れちゃいましょう。すごい、どうなの。いや、絶対これは大丈夫です。全然大丈夫です。はい、というわけで安全長靴修理完了です。大体、400円ぐらいで修理できたんで大成功ということでしょうかね。皆さんもやってみてね。じゃあねー。